高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じくコーヒー好きの高橋優太でございます。最近ですね、めっきりこう冷え込んできたので、ご自身でコーヒーを入れてみようかなという方が増えてきてるのではないかなと想像しまして、これからコーヒーを自分で入れてみようという方にうってつけのコーヒードリッパーを本日は紹介したいと思います。ということで、今回紹介しますのはこちら、メリタのアロマフィルターでございます。こちらのメリタのドリッパーなんですけれども、最近雑誌とか見ると大体、カリタのドリッパー、ハリオのドリッパーとか出てくるんですけれども、あんまりこのメリタのドリッパーは取り上げられることないかななんていうふうに思っています。こちらのメリタのドリッパーなんですけれども、個人的にはですね、とてもよくできているドリッパーだというふうに思っておりまして、でこちら何が優れているかというと、とにかく入れるのが簡単で、片付けの簡単ということで、とても気軽に使えるんですよね。で何が違うかと言いますと、こちらの穴の設計ですね、よいしょ、このとこですね、ここにちっちゃい穴開いてますけれども、こちら穴のサイズがハリオとかカリタとかと比べるととても小さく設計されております。でこの穴の違いによって、ハリオカリタなんかは自分でこうお湯の注ぎ方ですね、お湯の注ぎ方で、落とす速度の調整をするわけですけれども、こちらのメリタについてはこの穴がですね、お湯が落ちる速度を調整してくれるということで、ちょっと設計思想が違うのかなと思っております。実際入れてみるとどういう風になるかっていうのをですね、喋っててもちょっとあれなので、実際にこちらでコーヒーを入れてみたいと思います。はい、では入れていきましょう。まずマグカップを用意します。お気に入りのものだとなおよし。でこのマグカップの上にこのメリタのアロマフィルターを乗せます。でこちらに対してこのペーパーですね、ペーパーを折ってこのペーパーをセットします。はい、こうですね。でアロマフィルターに付属しているメジャースプーンがありますので、この1杯分ですね、メジャースプーン1杯分のコーヒーをこちらのペーパーにセットします。であとはお湯を注いでいく形になるんですけれども、お湯を注ぐのはもう直接この電気ケトルからいっちゃいます。まず少量のお湯を注ぎます。でコーヒーを湿らせてですね、でここから一気に上の方まで注いでいきます。はい、ここですね。であとはこのお湯が落ちきるのを待つだけです。お湯が落ちる速度はこちらのアロマフィルターが調整してくれます。ではちょっと待ちましょう。はい、お湯が落ちきりました。これでコーヒーの出来上がりです。ああ、美味しいですね。全く問題なくこのようにコーヒーを作ることができます。で、ハリオとかカリタとかに比べると味の傾向としてはかなりあっさりめに入ります。やっぱり入れ方が特殊なので、そういった傾向になりがちなんですけれども、それで味の濃さを求めたいときは、粉の量を増やすとか、あとはお湯の量を減らすとかでも多少は調整が効きます。ただ比較するとやっぱりライトめな味になるので、ここは好みが分かれるかもしれないですね。先ほどお見せしたようにですね、お湯を2回注ぐだけでコーヒーを作ることができますので、忙しい朝なんかにはですね、うってつけのドリッパーなんじゃないかなというふうに思います。であとはこれからコーヒーを入れてみようかなとお考えになられている方はですね、本当に簡単に入れることができますので、冒頭に述べましたけれども、そういった方にもうってつけのドリッパーなのではないかなというふうに思います。
でまずはこういった、まあ、手軽な器具から始めてみて、まあ、徐々にですね、じゃあ次はドリップポットを買って自分で味作りをしてみようとか、コーヒーミルを買って、まあ、引き立てのコーヒーで、コーヒーを作ってみようとかいう形でですね、まあ、徐々にこういった、形でですね、味をこうグレードアップしていってその変化を楽しむっていうのが、まあ、個人的にはおすすめですね。いろいろ考え方があって、最初に一気にもう道具揃えちゃう、コーヒーミル買ってドリップポット買って、あとはドリッパーをもっといろんな種類買ってとか、まあ、そういった形でもありだとは思うんですけれども、まあ、結局買ってコーヒーを飲む習慣ができなかったら、まあ、道具が無駄になっちゃいますので、まずはこういったところから始めてみてはいかがでしょうかというふうに個人的には思います。ということで今回はメリタのアロマフィルターを紹介してみました。もしこの動画が、まあ、参考になったとか、まあ、他の動画を見てみたいとかありましたら、ぜひぜひ高評価ボタンクリックお願いします。またチャンネル登録お済みでなければ、チャンネル登録の方もよろしければぜひぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋修太でございました。では。